聴者の皆さん、こんにちは。目指せアリ博士チャンネルです。今日も元気にアリの観察をしていきたいと思います。このチャンネルではアリの飼育や観察に役立つ情報やアリの魅力を配信していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。今日のお題は、費用0円、お金をかけずに黄色尻上げアリに肉餌を与えるという動画です。今日も長編動画になります。映像は全部で12場面を用意していますので、よかったら最後まで見てもらえると嬉しいです。はじめに現在飼育中の黄色尻上げアリについて紹介します。現在黄色尻上げアリを4コロニー飼育しているのですが、この動画ではマーカー誕生が著しい A グループと C グループに餌を与えていきます。右が A グループ、左が C グループになります。それぞれ女王アリを採取した県が異なります。どちらも2021年に女王アリ7匹で飼育をスタートしたものになります。今回黄色尻上げアリに与える肉餌はこちらになります。横ばいの仲間ですね。昨日玄関の明かりに飛んできていたところを採取しました。一夜経ってほとんど死んでいますが、一部まだ生きていますね。横ばいの仲間は網戸にも集まってくるので採取が簡単です。簡単に手に入る虫がアリの肉餌になるならとても素晴らしいですね。では横ばいを黄色尻上げアリに与えていきたいと思います。はじめに C グループに、次に A グループに、横ばいをそれぞれ2匹ずつ入れていきます。いつもは餌場に入れるのですが、今回は早く食いつかせるために給水口から巣の中に直接餌を入れていきます。グループの様子です。早速ワーカーたちが集まってきました。黄色尻上げアリは横ばいを食べるようですね。与えてから食いつくまでも非常に早かったですね。横ばいは2匹与えていますので、もう1匹の様子も見てみましょう。もう1匹の横ばいの様子です。こちらにもワーカーが多数集まってきていますね。それでは次に A グループの様子を見ていきましょう。 A グループの様子です。 A グループでは C グループ以上に大量のマーカーが横ばいに集まっていますね。産地の異なる2コロニーで横ばいを食べる様子が確認できたので、黄色尻上げアリの肉餌として横ばいは有効であることが分かりました。横ばいは玄関の明かりや網戸に集まってくるので採取が簡単で、無料で餌にできるので、とても良いと思います。A グループを別角度から、少し時間が経ってから観察してみました。この通り、2匹の横ばいに、大量のマーカーが集まっています。左上には、大量の幼虫たちがいますね。
グループをさらに時間が経ってから観察してみました。横ばいはワーカーたちによってある程度解体されています。4カ所で解体作業が行われており、それぞれの島に専属のワーカーたちとそれぞれを移動するワーカーたちがいますね。時間が経った後の C グループの様子です。こちらでも横ばいの解体作業が進んでいます。 A グループでは卵や幼虫の世話をするワーカーまでが横ばいの解体作業を行っていましたが、 C グループではワーカーの数が A グループよりも多いので、卵や幼虫の世話をするワーカーと横ばいの解体作業をするワーカーが分かれています。最後に補足として飼育環境について紹介します。キイロシリアゲアリの A、C どちらのグループも平型の石膏巣で飼育しています。 A グループはセリアのカーペット病ケースを、 C グループはダイソーのゼムクリップケースをそれぞれ使っています。気密性の観点から個人的にはセリアのカーペット病ケースがおすすめです。今回の動画いかがだったでしょうか。今回の動画ではお金をかけずに玄関の明かりや網戸に集まってくる横ばいを肉餌としてキイロシリアゲアリに与えてみました。肉餌は左上に見える幼虫たちの成長や女王アリの産卵において重要なタンパク質源になります。こちらが幼虫たちです。よく観察すると動いているのがわかるかと思います。幼虫の中央に見える黒い塊は糞になります。皆さんはキイロシリアゲアリの肉餌に何を与えていますか。こんな餌がおすすめですよという情報がありましたら、ぜひコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録をよろしくお願いします。